でもその実力を悠々に発揮してくる。さあ果たして新進気鋭のこの男はどんな走りを見せてくれるのか。サーキット上でもトラックメーカー原付東四郎。東次郎だよ東次郎だよ剣持さん剣持おい剣持東次郎だよバカ。よいしょ。名前をまず覚えていってください。皆さん、もうね、原月ね、何を喋ったか全然覚えてもらわなくて構わない。むしろ何を言ってたか覚えている人の方がすごいと思うし、敬意だと思うので、そこは覚えなくていいです、全然。で、原月東次郎っていうね、どこに濁点があって、どこに濁点がないっていうところだけ覚えてもらえれば、本当にそれだけでありがたいので、原月東次郎なんだなって覚えていってください。はい。原月東次郎ではないし、剣月東次郎でもないです。去年は惜しくも決勝を逃したが、間違いなくトップクラスの実力者。戦場の調律師原月東次郎。そうらしいですね。剣力侍さん全然違う。そろそろ名前あ、いや違うんですよ。みんなが騙すんですよ。僕も覚えたんですけどね。ね、あなたのこと覚えたんですよ。本当ですよね、でございます。そしてね、この人もね、強いね。あ、書いてある、原月東次郎。よかった、ありがとうございますね。原月東次郎ですね。はい、原月東次郎も強いです。はい、東次郎。そしてうーん